チームの選手たちがピッチに入ってきました。2022明治安田生命 J1 リーグ第26節サンフレッチェ広島対ガンバ大阪です。そしてペレイラ行った、開いた、ペレイラ運んで横パス、パトリック、まだ行きます、ペレイラのフィニッシュ、やっぱりありました、パトリック、ペレイラの2枚、前を向いて前にボールを運びに行きました。でそこでパトリックに渡して、まあ、こぼれ球をしっかりとペレイラ選手がしっかりとゴールにねじ込みましたね。願ったり叶ったり、先制ガンバ大阪狙い的中、松田監督、まあ、決して、ね、こう綺麗な形でゴールを奪ったという形ではなくて、まずは、ね、こう気持ちのところでしっかりと、さあ満田が行く、満田キープ、クロスボール、ベンカリファー、連発です、ナッシム・ベンカリファー、まあ、ここでまずサイドで起点を作って、まあ、満田選手が相手の背後を取りに行きました。それからこの素晴らしいクロスにしっかりと、まあ、ニアサイドで相手の、ね、センターバックとサイドバックの間にうまく入りましたから、あとはこの合わせ方も非常にうまかったと思います。前こう2トップというところでどちらかがニアに入って、どちらかさあどうする、森島だ、取った、うまく挟みましたね。さあサンドで取ってカウンターアタック、さあパトリック来た、パトリック横パス、ファンアラーの空いた、斉藤美月、斉藤美月の右足、カウンターアタック炸裂、まあ、ここでしっかりと挟み込んでボールを奪ってからが非常に早かったですし、まあ、少し、ね、広島の選手たちが前がかりになったところをうまく、ね、こう時間を使いながら、このファン・アラーノ選手がよく見てましたし、落ち着いてトラップからコントロールから、まあ、ニアサイドにぶち込みましたよね。まあ、この奪ってから出ていくっていうところをしっかりと、まあ、斉藤選手がね体験 できましたから、まあ、このフィニッシュの質も非常に高かったです。走ってさばいて点を取る、コーナーキック、広島野津田、野津田のボール、アウトスイングで真ん中に入ったぞ、こぼれた、混戦、右足、フラッグ上がりましたが、ネット揺らしたが、フラッグ上がってのゴール、はい、広島、そのシーンです。で、土屋選手ですかね、しっかりセットして狙いを定めます、左足でいく、藤原の鋭いボールが入ってきた。まだあるぞ、混戦になった、ヘディングプッシュ、大迫です、鈴木のボレー拾って倉田の右足、でいいボール入りましたし、三浦選手でしたかね、まあ、ここでよく書き出しましたよね、大迫選手も、まあ、セカンドを倉田、まあ、今シーズン見るとビエイラとエゼキエウが気持ちよさそうにこのコンビがプレーするんですよね、まあ、合ってますからね、おっとこれはワントラップか、おーベンカリファー、野津田のストレートボール、まあ、ここはこの決定力の、まあ、フィニッシュの質のところでこの野津田選手のボールはね少し浮き球で来ましたけど、しっかりとももで収めて、まあ、コントロールして、まあ、このボレーシュート、まあ、動きに無駄がなかったですし、まあ、このシュートのコースも非常に良かったですから、まあ、素晴らしいゴールでしたね。野津田のボール下がりながら右のももでコントロールところでスペースを空けてしまうと、まあ、シュート力ね、パンチ力ありますから野津田選手は、はい、さあ満田が行く、満田行く、使ってベンカリファのコントロールショットが入るんだな、なんとなんとハットトリック達成、ナッシュベンカリファ、まあ、この揃いから、ね、始まりましたけど、このセカンドを野津田選手がワンタッチで、ね、右に振りましたし、まあ、ここから、ね、ドリブルを満田選手がこう仕掛けながら周りを見ながら最後、ね、ベンカリファ選手、まあ、逆サイドにコントロールショット、これ見事ですね、まあ、素晴らしいですね。
満田が運んで運んで最後は狙いすましたインフロントで逆サイド巻いたこのコントロールショット沈めです。倉田が拾う間を割った、うん、クロスボール山本のフィニッシュパトリック、おー最後はゴールカバーは柏です、うん、しましたし、まあ、このフィニッシュのところをしっかりとね浮かして佐々木から柏が入ってきた、うん、柏から三田の右足突き刺した。今日広島4点目バックパスをして速攻でまたねタイミングよく相手の背後を取りましたし、まあ、このフィニッシュですよね。簡単なようには見えますけど非常に難しい高度なこのバックパスのこのフィニッシュ、まあ、素晴らしいですね、まあ、少しこうアウトにかけながら、まあ、うまく力が抜けてますし、まあ、コースも完璧ですね。いやらしいところにつけた松本大志の右足、これぞ松本大志、まあ、ここで相手が来なければ少しこう時間をうまく佐々木選手も作ってますし、まあ、良い位置に入りましたしうまく入れ替わって最後ね落ち着いてフィニッシュまで持ってきましたから、まあ、ガンバ大阪としてはかなりね苦しい、まあ、時間帯が続いてますよね。はい、松本大志はここで試合終了の笛です。先制はガンバ、ただひっくり返した広島。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification